セントルシアの国旗は1979年2月22日にセントルシアがイギリスから独立した日に制定された国旗はセントルシアが独立する前にデザインコンテストで採用されたイギリス自治領時代の旗が元になっておりセントルシアの独立時に一部が修正された1635年にフランスはセントルシア島を植民地化し1680年に 島の先住民との間に条約を締結した。イギリスとフランスがセントルシアの支配権をめぐって争い、島の領有は二つの超大国の間を頻繁に行き交っていた。この状況は1814年まで続くが、1814年のパリ条約の締結によって、フランスがセントルシアの高級的な放棄をイギリスに約束し、同年にセントルシアは、 イギリス帝国内の直轄領となる。フランスとイギリスの植民地時代を通して、セントルシアは独自の植民地機を持っていなかった。1939年8月にイギリスは、セントルシア独自の紋章の使用を承認する。紋章のエスカッシャンは十字を作る2本の竹の棒を、備えた黒い竹で構成され、縦の4つの証言にはイングランドを象徴する2つの、 チューダーローズとフランスを象徴する二つのフルールド、リスが置かれていた。ブルーエンサインを改変してセントルシアの紋章をデザインした旗が植民地の旗として使われていた。1958年から1962年までの間、セントルシアは西インド連邦を構成していた。しかし、西インド連邦の結成は不成功に終わり、 連邦が崩壊して5年後の1967年3月1日にセントルシアはイギリスの自治領となる。従来と同様にセントルシアの外交と防衛はイギリスが責任を保持していたが、党内の事項については完全な自由統治が与えられた。セントルシア出身の芸術家ダンスタンセントーマーが島の新しい旗を考案し、旗は自治領の成立の同日に採用される。 1979年2月22日にセントルシアが独立国となった時、国旗の全体的なデザインは自治領時代のものに大きな変更は加えられず、地に使われる青の色合いと三角形の大きさが若干変更された。しかし、主権国家となったセントルシアで正式な国旗が決定された後も、創始国のイギリスの国旗であるユニオンジャックが独立を、 宣言する公式の式典の時まで掲げられていた。1903年当時のピトンさんの写真。二つの円錐状の火山群は、国旗中央に描かれた二つの三角形のモチーフとなっている国旗の色とシンボルは、文化的、政治的、地理的意味合いを持つ。青は、空と海の象徴であり、特に国を囲む大西洋とカリブ海を表している。黄色は、太陽の色。 黄金色の海岸、繁栄を意味し、黒と白は黒人と白人の調和を示している。中央部の二つの三角形は、島の南西部に位置する双子の火山であるピトン山を象徴し、希望の現れでもある。ピトン山を構成するグロピトン山とプチピトン山は、セントルシアの国家的な象徴となっている。ありがとうございます。